それではニス塗り作業に入りたいと思います。ニスと言いましてもですね、このオイルステンという、着色剤を使いたいと思います。油性の、色をつけるものですね。ニス成分、樹脂的なニスの成分が入っていないものです。これを使うことによって塗る作業と、ニスを塗って磨く作業というのを分けて、処理できるので、こちらの方が綺麗に仕上がりますので、これを使いたいと思います。で、油性ですので、こちらのオイルステンと、それから薄め液ですね、シンナーですね、いわゆる、はい、と、そのシンナーのね、廃液なんかを入れておくような、こういう密封式の瓶があると便利です。それから、手が汚れますんで手袋と、拭き取りの布とハケですね、これらを用意しておきます。あとは大変当然シンナーですので臭気が強いので、マスクとから換気扇ですね、しっかりシンナー臭をね取り除けるようにしておいた方がいいと思います。基本的にはそんなに沈殿する類のものではないので、まあ普通に振ったら全然大丈夫だと思います。で、手袋をします。つけてる方がいいですね。もうここにいっぱいつきましたね。それでもう結構このままこうつけて、はい、これで一度目を塗った状態ですね。かなりムラもありますし、見ての通り相当にねムラもありますし、いまいちな状態なんですけれども、ある程度乾いたらもう一回塗り重ねてね、何回か重ねていきたいと思います。ここですね、これ今ここになるのがパテの部分なんですね。オイルステンがちょっとやはり乗りにくくなってきてしまいますんで、最初のうちはこんなもんなんですけれども、まあ何回も何回も塗っていくうちにあまり目立たなくなる感じになりますんで大丈夫かなと思います。かなり色がついてきたのが分かると思います。何回も塗り重ねたらね、結構色は塗れたんですけれども、ちょっとザラつきが出てしまってますので、一回削りたいと思います。一回中研ぎを入れて、それからもう一回着色して、次のニスの上掛けにね進みたいと思います。